はい、どうもこんにちは、ヒカルです。どうも、ヒカキンです。今回ですけども、けん玉対決ということで勝負していきましょう。ハマさんがこれ遊びでずっとやってるんですけど、こればっかりやってます、ハマさん。仕事の先輩もこればっかりやってて、僕、けん玉はほんまにやったことないんですけど、まあ、要はここに入れるのはハマさんほぼやってると。今もちょっとやってみてくださいって言った瞬間、ポンって入れたんで、これは負けるなと思ったから、けん玉のここに先に乗った方が勝ち、乗った瞬間その方が勝ちっていうゲームをしたいと思います。僕も浜田ちゃんで見ましたよ。ありがとうございます。はい、料理めっちゃやるじゃないですか。まあね、クッキングパパの、そうですね、漫画のやつを再現してやってる。そうそう、美味しそうですね。あれ見ながらどうなんですか。あ、よかった。まあ、そういうのもぜひ皆様チェックお願いします。じゃあ早速やっていきましょう。じゃんけんで勝った人、これ先行なら有利だ。行きましょう。最初はグー、じゃんけんぽい。ここです。ここにも、そこです。これでも今ちょっと指で、はい、勝負決まったんちゃう。これ、いやでもこっち、これ成立するわ、これ。ちょっと待って、勝負決まったん。今指使ったんすか。指にちょっと、こう指。あ、これは卑怯やわ。これ指申し立てやわ。これはあかんあるわ、ロコンの申し立て。帝国1、帝国3だったらもうバンド今1。それ今の原則やね。どうなんだろう。うまい。ハマさんの勝ち。いや、ハマさんすごいわ。びっくりするわ。絶対乗らへんと思った。すごいわ、ハマさん。やっぱちょっと慣れてるの。今日は動画このくらいにしていきましょうか。じゃあ動画ではそんなにいいんだろう。はい、今後もこんなね、ちょっとプチ動画ちょっとどんどん撮っていきますので、ぜひ皆様チャンネル登録の方よろしくお願いします。じゃあね、銀次郎と浜尾でした。